ドクター鈴木のいかがお過ごしですか。今日もトランスにあります鈴木クリニックにお邪魔しております。鈴木先生おはようございます。おはようございます。前回はアレルギーでも特に花粉症のお話を伺ったんですが、はい、今日はそのアレルギーというところをもうちょっと深く掘っていきたいんですね、はい、花粉症以外にいろいろありますけれども、はい、喘息もアレルギーの一つ。そうですね、アレルギーがある方はやっぱり喘息になりやすいと、うん、アレルギーを持っている方が必ずしも皆さん喘息持ちとは限らないんですけれども、はい、喘息の方はほとんどの方がアレルギー。へえ、はい、それ何アレルギーなんですか。いろんなアレルギー、例えば、ね、食べ物でも花粉でも、それこそ金属とか何でもですね。あ、そうなんですか。何かに対してこう反応がある。喘息っていうと、はい、器具でシュポシュポっていうのがあるじゃないですか。ありますね、はい、あのイメージがすごいあるんですけど、あのインヘーラーと言われる吸入のお薬には、まあ、主に大きく分けて2種類あって、はい、やっぱりそのうちの一つはやっぱり炎症を抑える、まあ、吸入ステロイドなんですけれども、うん、でそれはそういったアレルギーだとかちょっと炎症を抑えるお薬、はいはい、でもう一つの方は気管支を拡張させるんですよね、うんうんうん、こうどうしても気管支が収縮しちゃって咳になってしまうのを拡張させる、そういう作用があると。へえ、じゃあそれはもう手放せない感じなんですかね。そうですね、ちゃんと持っておいた方がいいですよね。いつこう、ね、うん、何が起こるかわからないですよね。うん、はい、それはやっぱりその自分が何かに対してのアレルギー体質でそれに触れてしまった時に喘息も過敏に、そうですね、起こりやすいです、うん、あ、そうなんですね、はい、じゃあやっぱりいつでもお持ちになった方がいいですね。そうですね、その安心ですよね、はい、うん、あと他なんかアレルギーから発展するのか、はいはい、喘息のようにこの病気だったらアレルギーがあるとかなんか、はい、なんか、うん、やっぱりあとはアトピー性皮膚炎ですよね。ああ、大概、まあ、喘息アレルギーの方は、まあ、アトピー性皮膚炎ね、よく子供の頃にちょっとなってて、だんだん大人になっていくと治る方もいらっしゃいますけれども、はい、やっぱりそういう炎症が起こりやすいと、過敏に反応しやすいと。なので、そっちの治療をすることによって、喘息とかも、やっぱりアレルギーの治療をすることによって、喘息もアトピー性皮膚炎も良くなっていくことは、すごくよくあります。でも、前回先生、はい、アレルギーを完全に治すっていうのは難しいと。難しいですね。はい、うん、はい。でも、成長段階において、はい、体が慣れてくるというのか、はいはい、治癒力で治すことはあり得るってことですか。そうですね、子供の頃にちょっと小児喘息で大人になって良くなることはよくありますが、うん、ただ反面大人になってから例えばある日突然カニが大丈夫だったのにカニを食べたらわっとアレルギーになっちゃったらやっぱりそれから治るのはちょっと難しいですね。あ、そうなんですか。アレルギーと一言で言ってもいろいろと種類もあり、はい、プラスアルファの病気もあるということが、はいはい、分かったんですけれども、4月ですからね、はい、日本からまだお越しになったばかりの方もいらっしゃるかもしれませんし、はいはいはい、ぜひ何かお困りの方は鈴木クリニックまでいいですか。そうですね、はい、日本と環境がやっぱり違いますので、うん、ね、何にどう反応するかっていうのがね怖いところがありますが、やはりだいたい1年通して過ごされるとなんとなく皆さん分かってこられるので、はい、記念されたばかりの方は、はい、主治医をアメリカで、はい、そうですね、選んでいただいて、はい、わかりました。鈴木先生今週もありがとうございました。ありがとうございました。ドクター鈴木のいかがお過ごしですか。この番組は鈴木クリニックの提供でお送りしました。